トーマス・ヒルグリーン、トーマス・ヒルグリーンは、イギリスの哲学者である。1836年に、イングランドのヨークシャーで生まれ、ラグビー校を経て、オックスフォード大学のベリオール・カレッジで学ぶ。1850年に、フェローとなり、当初は、学生指導員として、後に、道徳哲学のホワイト教授として、教育に携わることになる。 哲学の研究においては、倫理学助説と、政治的義務の原理についての講義などの業績があるが、生前に刊行されることはなかった。しかし、グリーンは、T.H. グロースと共に、グリーングロース版と呼ばれるデイビッド・ヒュームの全集を編んだことで知られており、その序論でグリーンは、関連論の立場からヒュームを批判している。研究だけでなく、自由主義者として、 政治活動にも関与し、その関心は、倫理学だけでなく、政治哲学や、教育哲学にも及んだ。1882年、病気により死去。45歳であった。イギリス理想主義のリーダーとして知られ、イマヌエル・カントとヘーゲルの影響を受けた。グリーンの唱えた、人格主義は、個々人の人格の等や、自己実現を説くものであるが、彼がその背後に、 神の存在を想定していたことは疑えない。彼の死因は神を前提とした人格主義なのか、そうでないのか、その解釈をめぐり研究者間で論争がある。グリーンは理想主義、人格主義をもとにイギリス伝統の経験論、功理主義を批判した。そして、フランシス・ハーバート・ブラッドリーやバーナード・ボザン家などの 同調思想家を生み出し、イギリス理想主義の流星を生み出すのである。また自由を、放任されることによってではなく自己実現によって、規定することで、公共性や社会政策と自由主義等を、統一的に理論付け、当時の自由党に対して、自由放任主義の放棄を主張し、現在の自己決定と構成を重視する、リベラルな思想への自由主義の変化の源泉の一つとなった。 こうしてグリーンは単に哲学者であるだけでなく、社会思想、政治思想においても影響力を発揮するのである。彼のこの面での活躍は、レオナルド・ホブハウスの新自由主義や、シドニー・ウェッブのフェビアン主義につながっていく。またグリーンの業績をまとめた文献として、次のようなものが参照できる。グリーンは、経験論の全面批判をしたのではなく、 経験論の豊かな内容の中から、理性と欲求、理性と感覚との調和において、建設的に吸収発展させることを意図していた。グリーンは、カント主義者なのか、ヘーゲル主義者なのかに関しては、論争がある。河合栄二郎は、カント主義者として理解し、その他の研究家は、ヘーゲル主義としてみなしている。河合の見解では、カントは、人格主義を解くが、 ヘーゲルは解かず、グリーンは人格主義者なので、グリーンはカント主義者であるとする。河合栄二郎、学生に当たう日本評論者、1940年、参照。対するヘーゲル主義者とみなす、研究家は、グリーンの神を前提とした思想をその証拠だとする。中に参照。神なしグリーンの解釈代表者は、河合栄二郎であり、 神アリグリーンの解釈代表者は、柳原忠夫、雪安茂であり、この二人によって、河合は批判された。この問題は研究する側が思想家として、発展していくために必要なものだけを研究すれば、良いのか、あくまで対象者に沿って、すべてを余すことなく研究すべきか、の問題でもある。しかし、ある思想家を研究して描かれる、 思想画像は研究者によってすべて異なっている。現状を考えれば、にわかに答えの出しにくい問題ではある。河合栄二郎、トーマス・ヒログリーンの思想体系日本評論者、1930年。柳原忠夫、自由と自由主義。柳原忠夫全集第16巻、岩波書店、1964年、180から198ページ。 ユキヤス・シゲル、近代日本の思想家と、イギリス理想主義北樹出版、2007年、144から208ページ。その対立状況については、青木育士、河井栄二郎の社会思想体系春風社、2011年、52から53ページ。ありがとうございます。